歌川広重、名所江戸百景水道橋駿河台、名所浮世絵揃いもの、名所江戸百景の一図、安政山から四年作、空高く、恋のぼりが泳ぐ、さつきの頃の駿河台。駿河台とは、日本の南関東にある台地の一つ。現在行政区画上では、東京都千代田区北部にある地形で地域、標高約17メートル、秋葉原の南西、 千代田区神田駿河台一丁目と二丁目に位置する。元来は、北に位置する本郷大地の南端にあたる、神田山という高台であった。江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の命を受けた仙台藩祖、伊達政宗が1620年に仙台堀を、改作したことにより、湯島台と駿河台とに分離され、孤立した高台となった。神田川を挟んで北側に位置する湯島台とは、 西橋とお茶の水橋により、大地上端の標高で結ばれている。削って、下町を埋めたために、今は、大地ではないところもある。昭和初期の駿河台1930年撮影。左奥に、ニコライ堂、明治大学、金華人上小学校が見える。神田四学という私立の法律学校四校が、明治時代に創立され、以来、 日本大学や明治大学本部をはじめとする、私立大学や寸大予備学校などの予備校、専門学校が多く集まっているほか、神田川の対岸は、東京医科歯科大学、順天堂大学、近隣には、専修大学等が存在し、国内有数の学生外となっている。かつては、中央大学や東京高等商工学校なども、駿河台に本部を置き、明治時代には、 法政大学の校舎もあった。なお、明治大学、日本大学、中央大学はいずれも法律学校から始まっている。キリスト教、聖教会の一員たる日本ハリストス聖教会の本拠ニコライ堂が当地にある。駿河大日本大学病院、安塚モド病院など、病院が多く存在するほか、学生向けから発展したスポーツ用品店、楽器店なども多い。 隣接する神田神保町は日本最大級の古書店街である。1960年代後半の前、共闘運動では多くの大学が存在したことから、神田カルチェラタン、日本のカルチェラタンと呼ばれ、警察との対決の主戦場となり、一時は神田海放区を現出させた。神田カルチェラタン闘争も参照のこと。明治大学するが大キャンパス左。 明治大学記念館右、リバティタワーニコライド1891年2019年撮影江戸時代初期に、駿府から江戸に移住した徳川家康の家臣が今日構えたことに由来する。東京都の駿河台の由来になった駿河国は、現在の静岡県の中部にあたり、静岡市駿河区のトロ遺跡付近に駿河台という住宅街がある。静岡市以外にも、 富士市や富士江田市、沼津市の郊外に同じく駿河台という住宅街がある。千葉県船橋市にも同様の地名がある。ありがとうございます。